キャンサルヘルマット丸山でございます。今回はねザ・ボーイズですね、シーズン3見ていきたいと思います。で今日は、2話ですね、じゃあ見ていきたいと思います。前回ね、能力者管理局の局長ですね、ナディアだっけ、知り合いの男性男の人コッパみじんにしてしまったというところからですかね。では見ていきます。いきなりディープの再現 V みたいな、ドラマか、ディープの自伝をドラマか。ジョギングしてる。V24。え、なになになに、幻覚？ブッチャーの幻覚？これ。おお、あ、夢か。またストームフロント来たな。ナディアはレッドリバー。レッドリバーはヒーロー育成のなんか機関だったってことですかね。もうあからさまにスタッフの対応がスターライトと、ホームランダーで全然違いましたね。今来ちゃった、 MM の家来ちゃった。 MM とソルジャーボーイの間何があったんだろうな。親父の資料だったんだ、ソルジャーボーイの資料。不敵な意味ぶっちゃ。またソルジャーボーイも差別主義者だったとかそういう感じかな。ボートランド拾えた。ひどいなこれ。メイブカミングアウトされちゃってから多様性を売りにしてますね。なんかキミコ感情豊かですね。またあめね、昔の自分と重なると。ソルジャーボーイの映画ほぼキャップみたいな感じですかね。ソルジャーボーイ、あ、ショーなんだ。キミコ純粋。みんなコカインやってんな。あ、やばい、火の玉。おい、遊園地でやるなよ。ダメだよ、遊園地で殺しちゃう。出ました、恒例のプロンプターですね。出ました、完全にホームランダースターライトおちょくってますね。お、社長来た。で絶対ホームランダーどっかでイライラ爆発しますよね。ブーン、ね、メッセージ性すごいな。あのブラックパンサー見たのかな。レッドリバー来た。テレポートして怒られてるか。おもろ、子供にトレンドって。おー、ナディアの情報ゲットですね。え、社長に引き取られたの、ナディア。1話で殺されたトニーは施設の友達ですかね。銃見せて入れるゲート、ゲートの意味あんのかなこれ。わー怖、子供がスナイパー持ってる。めちゃくちゃ思想強いな。いいですね、ガンパウダーとブッチャー。楽しげな空気で始まった会話なのに気づいたらもう超辛辣な取引をしてましたね。すごいな。いいね、音がない緊張感。いや、ガンパウダーハンドガンだったの、すげえな。そんな、何かウォンテッドみたいな。頭使ったな、普通に逃げたか。やべ、ちょっとホームランダーこれやらかしそうだな。笑っていいんですかねこれ。笑っていいのかな。すごいね、この宗教ギャグ。おい、ストームフロント自殺、ぶっちけ始めちゃった。どうでもよくなっちゃったかな、全部。やべ、殺しちゃうやん。落ちてくんな、後ろ、この辺に。あー、落ちた。ホームランダーにとって、命って何なんだろうな。メムも、普通じゃないよ。スターライトナイスタイミング。スーパーソニック、結局言えつそうっすね。メムの周りは、もう、優しいっすね、みんな。うわ、めっちゃ集中してた。全然喋ってない。話進みそうだな。こんなトップシークレット電話で言って大丈夫かね。うわぁ、ブッチャーの魂に火がつきましたね。まさか使ったか、 V24。 うわぁ、強よ。殺すなよ、殺すなよ。お、 CIA の任務、グレイス・マロリー。あー、死んじゃうよ、ガンパウダー。あ、骨割れてる音するな。あ、あ、焼き払った。おぉ、うわぁ、スライス。でもホームランダーと能力一緒これ。アホみたいな歌詞だなこれ。あれ。あー、ね、わ、結局台本すごい笑顔が張り付いてる。どうした、ホームランダー大丈夫。そっか、このマネージャーみたいな人。そうだ、髪いじるわ。うわー、怖いなこれ。はい、
見終わりました。最後のホームランダーの大演説ね、すごいっすわ。まあちょいちょい分かってきましたね。ナディアですね、ナディア、レッドリバーっていうそのまあ X-Men的なっていうか、まあ能力者が集まる、施設ですね。そこで育ってたと。1話の最後で殺された男の人ですね。あれは多分あの施設で一緒だった人なのかなっていうところですかね。で、ソルジャーボーイですね。ソルジャーボーイの死の真相が分かったら、これかなりね、話確信に近づくでしょうね。ガンパウダーのアクションね、あのウォンテッドのこういうやつ、ウォンテッドみたいでしたね。 V24 を使ったブッチャーですね。いやー、すごい。あれはなんだろう、ブッチャーがあの薬を使ったからホームランダーと、似たような能力になったのか、それとも V24 自体があれを使うと、ホームランダーみたいなね能力を得ることができるのか、どっちなんでしょうね。それはちょっと今後分かってくるのかな。でソルジャーボーイの任務は CIA の任務だったと。 CIA のグレース・マロニーですね。で、まあなんといっても最後の大演説ですね。ストームフロントが死んで、もう完全に、ネジの外れたホームランダーですね。これはもうどうするんでしょうか。支持するのかな、みんな、逆にぶっちゃけたことによって。もうそれとも完全にもう恐怖政治というか、独裁の感じがもうより強まってしまうのか、どうなんでしょうか。また楽しみですね。それじゃあ、第2話はこんな感じでございました。よければ、コメントもいただければと思います。高評価、チャンネル登録、よろしければお願いいたします。それではまたお願いします。